皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県富士見中学校の令和2年の1月に行われた入試の問題、算数の大問の1、計算問題を解いていきます。富士見中学校の計算問題、これは小学校で学習する計算の基本、これができているかどうか、これを確かめる問題になっています。カット1番ですね。71-42÷6、引き算と割り算、これは割り算を先に計算しました。ですから 71-42÷6 は7ですから、7と、この引き算をすると答えは64、こうなります。カッコ2番です。25-9-4÷3ですね。で、引き算括弧掛け算、この場合は括弧の中が一番先に計算するというルールでしたね。ですから25-9-4をやると5で、掛ける3ですね。次は引き算と掛け算ですね。掛け算を先にというルールでしたから25-5=15となって、答えは10と、こうなります。括弧3番、 6×0.25+6×0.85 と、こういう計算問題ですね。ここではちょっと工夫して計算すると、このようにします。この 6×0.25 というのは6が 0.25 個あるよと、まあちょっと小数なんで変なんですけど、6が 0.25 個あるよ、それに6を 0.85 個足すんだよと。さあ6は全部で何個分でしょうと、こんな風に考えて6を前に出して 6×0.25 個と 0.85 個あるんだからこんな式だよと。で、カッコがあって掛け算がある、カッコの中が最初ですよね。ですから 6×1.1、 これを計算すると 6.6 と、これが答えになりますね。このように足し算とか引き算の前後ろを見て共通している数字を探して工夫して計算すると、こんな問題になっています。カッコ4番です。12÷5×2+9÷4÷3÷2と、分数の掛け算と分数の割り算の問題ですね。この分数の割り算は、これ後ろの割る数、この分数を分母と分子逆にして掛け算に直して計算しましたね。まず12÷5×2、この部分を約分しておきます。そうすると前の部分は6÷5になりました。足す9÷4、ここを掛け算に直すと3÷2、逆になって2÷3になります。さてここで約分するんですけれど、この時前の分母の6に注目してください。まず9と3約分すると3と1ですけれど、この2と4もちょっと約分したくなっちゃうんですけれど、ここの計算そのまますると 3×2 で分母が6になりますよね。ですからここの部分このまま残しておきましょうと、6÷5+6÷4 と、分母が揃ったからこのまま計算できます。計算すると6÷9、もちろんここで約分忘れないでくださいね。3で約分して分母は2、分子は3となって2分の3、これが括弧4の計算の答えということになります。今回は静岡県富士見中学校令和2年の入試の問題、算数の大問の1を解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。